ヤッフー YouTube、 どうも直樹です。さて、今日はですね、小田切さんの、小田切丈さんのヘアスタイル解説をいくつかやっていこうと思います。で、まずこの写真ですね。この写真、まあナチュラルな、ほんとシンプルなねカットに見えやすいんですけど、どう横と後ろすごいスッキリしてますよね。まあよくやるパターンなんですけど、横と後ろはスッキリ、あの短めにして、もう耳もまっすぐ、あの刈り上げてるっていうよりも、ここね髪がかかんないような感じに切ってるんですけど、上がやっぱり長いで、これ全体的に、ま、この上の前髪、このトップの部分で、ね、三角形のこの前髪のこの部分だけ長くて、これの長さに合わせて全体をしてしまうと全部長くなっちゃうんですよ。なので前髪のこのね目尻、あ目尻か目尻からこの三角、一番高いところトップポイントぐらいまでの一番この部分の三角形の部分、ここは残しておいてもらって、で全体的にショートにバッツリ短く切ってもらって、でここの部分だけ長いんですよ。で黒目の端じゃなくて、この目尻のところまで、外まで、あの前髪を長く残しておくと、こういう横にかぶさってくる毛も、頭の形って丸いので、絶対にここにかぶさってくる毛も長く残ってくるので、で横はそこすっきりしてると、前髪ではこの部分だけ長くてちょっと動かすんだけども、この辺もすっきりしてるんで、バランスが良くなりやすいんですよ。なのであのオーダーする時とかも、この三角形のところね、目尻のところからのこの広い部分だけちょっと長めに残して、まずもうね分けて切ってくださいって言った方がいいです。こっち短くてこっち長いんで、分けて2つで分けて切ってくださいって言った方がなりやすいです。で上の方は少しこうね、ダウンを入れてもらって、あのパーマかけなくていいと思うんですけど、もしパーマが欲しい人、こういうちょっと癖毛みたいなパーマが欲しい人、直毛の人だとやってあげてもいいかなと思いますし、基本的にはいらないかもしれないですね。でちょっと軽いワックスだったりとか、固めじゃなくてもいいと思うんですよね。固めだとちょっとバキバキになっちゃうんで、柔らかいワックスとかでやってあげるといいと思います。でこの時とかちょっと長めのね、まあ、ボブベースで切ってますよね。まあ結構やっぱちょっとこういう武将髭とかあった方が結構似合いやすいとは思うんですけど、結構これはまあワンレングスのボブベースでまず切ってもらって、やっぱ長さがね欲しいので、長さ顎ぐらいラインまで、顎ちょっと短くてもいいかな、ワンレングス切ってもらって、で上に全部ダウンを入れてもらいます。もう3センチから4センチぐらいのダウンを、鉢から上の部分だけですね、ダウンを入れてもらって、下までやりすぎちゃうとちょっとここが軽くなっちゃって、あの薄くなりすぎちゃうので、あの鉢から上の部分だけダウンを入れてくださいっていう風に言ってもらって、で全体的に毛先2、3センチぐらいにパーマを全体的にかけてくださいっていう風に言うと、上からのパーマかかってきて、後ろにもかかってくるので、耳にかけた時にもここがボリューム出すぎずに、ここ上ダウンを入れてるからね、あの下に降りてきてもダウンが入ってるんで、耳にかけてもボリュームが出すぎずに動きが出やすいっていう感じになるので、オーダーする時だったりとかパーマかける時は、あのダウンをしっかりつけることと、ワンリングスベースでまず切ることが大事だと思います。結構ヒゲかったりとかした方が似合うかな、結構なんだろう、雰囲気がちょっと出やすいかなと思うので、ぜひその辺も試してみてください。まあ、この時とはさっきの、まあ、ボブベースで同じなんですけど、パーマが結構強めにかかってますよね。でダウンはしっかりと、さっき言ったように、あの3センチぐらい4センチぐらい結構しっかりかけてもらってもいいかな。その代わりパーマを毛先ではなくて、もう根元の方からしっかりかけてあげる。これしっかり根元の方に巻き込んで、であのね、巻き込む時に魚さんに、まあ、巻いてるとこ見てもらうといいんだけど、あの結構小さいロットこう巻くやつね、こうなんか細長いこれぐらいので結構パーマって巻いてるの見たことあると思うんですけど、まあまあ細めじゃないと結構このぐらいのこうウェーブがこう波打って出てこないので、ちょっと小さめ、気持ちちょっと小さめでくるくる、全体的に、まあちょっとなんだろう、博士太郎さんじゃないけど、それぐらいに結構強めにパーマをかけてるんですよね。でこの場合は結構ウェットな感じも出てるので、仕上げ的には濡れた状態でタオルダレをしっかりしてもらって、でちょっと濡れてリッチ、こうかね、カールが出てるような感じにムースをつけてもらって、でそのまま自然乾燥した感じぐらいの方がいいです。じゃないとこういうこうウェーブがしっかり出つつも、ちょっとこうパサつきも少し残ったような感じ、この雰囲気が出にくいので、あのセットする時とかはムースの方が絶対です。これはワックスとかあのオイルとかではなくて、ムースとかの方が絶対にいいですね。ちょっとここ跳ねてる。なのであのセットする時とか自分で持ってない人は、ちょっとやっぱムースとかがあった方がいいので、ぜひ買ってやってみてください。この時ちょっと短いですよね。短い時、まあこの時はもう全然ベリーショットまではいかないけども、短めで切って、まあここをちょっと買ってもいいかなと思います。またこの鉢から耳ぐらいまでは
買ってもいいし、まあこれ買ってないけどちょっと短めに切ってもらって、でオールバックにしてもらって、襟足はねここねちょっとねボサボサしちゃうからここはちょっと短くてもいいと思います。で大体まあ小田切さんはもう6-4とかで分けてもらってるんですけど、分けてもらった時にやっぱこれも毛先にパーマ、まああのちょっと癖が本当に強い人とかだと結構やりやすいと思うんです。逆にこのぐらいの、パーマ感を出したような感じで、仕上げはやっぱジェルなので、あのピタッとね後ろにこうピタッとつけながらも後ろに出てるんで、あの乾いた状態でいいんですけど、ちょっと水とか洗面台とかでちょっと水つけてもらって、ちょっとこうつけて、全然ちょっとウェットな感じになってる時にちょっとジェルをつけてもらって、であんまりこう決めすぎないで、横ここだけはまあしっかり横止めるような感じでいいんですけど、横止めた後にもうこの辺っていうのはちょっともうジェルを揉み込んで動かしているようなぐらいな感じでいいので、これもまあパーマ必須ですけど、黒髪にパーマ、切ってもらって、でここはねトップの部分はあのパーマここ強くかけすぎちゃうとペタってこう伸びてるのにパーマが入ってキュッてペタンコになっちゃうので、このトップの部分はちょっと弱めにかけてもらって、前とか後ろちょっと強めにかけてもらう。そうすると後ろにこうした時にここの高さが出るから頭の形も綺麗に見えやすいんですよ。ここがかけすぎちゃうとパーマがキルキルキルってちっちゃくなっちゃって、ここだけペタンコになっちゃうので、あの横とか後ろとか前は強くていいんですけど、ここのトップの部分、バックのねここの後ろの部分、ここをちょっと弱めにパーマかけてもらうようにオーダーしてもらうとやりやすいと思います。なのでその辺も吟味して自分のちょっとパーマ癖だったりとかとあの相談しながら、美容師さんと相談しながらやってあげるといいと思うので、ぜひその辺もオーダーするときに気をつけてみてください。バイバイ。